はい、ゆうじです。ラークラシック3周年企画の6月目標ですね。僕の目標はフットバックのダブルアラウンドザワールドを12回連続決めるというのが目標です。なるほど。ちょっと1回ダブルアラウンドザワールドをお見せしますね。はい、いきます。はい、これがダブルアラウンドザワールドです。空中で足が2回回る、はい、技ですね。これを12回やります。はい、ということで激しいな、6月も頑張ってまいりましょう。はい、やっていきます。はい、はい、フットバンクのダブルアラウンドザワールド12回連続やっていきます。1回目の挑戦です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。うわ今1回目の挑戦でいけたっぽかったのにな。今いったと思ったのに油断したんちゃん。あ、これは多分達成できそうですね今回は。まあ、はい、油断せずにね、はい、最後までできればまた挑戦したいと思います。はい、また次回会いましょう。はい、6月30日最終日になりました。前回の挑戦がいきなり一発目で11回でそこからちょっと相手が最初になっちまったんですけど、まああと1回なんでね、あと1回出したら12回の目標達成できるんで今日決めたいと思います。いきます。おー、12回達成したんじゃない。わあ、ちょっとわからん。壁取ったけど、あとの13回目で落として12回達成したと思う。一発でおめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとチェックします。はい、映像確認しました。はい、なんと12回達成できてました。よかった、おめでとうございます。13回目で落としてましたね。素晴らしい、6月の目標達成です。いや、今回動画撮ろうと思って挑戦した回数なんと2回だけです。2回だけで12回達成できてしまった。いいね、これは進化したので来月さらにね、期待ですね。新しい目標を立てていきたいと思います。うん、は、はい、今回の達成ということでありがとうございました。